はい。で、エロ本はどのジャンルが好きなんですかとか聞いても平気なの、これ。だから、マネージャーさんに後から私がこっそり呼び出されたりとかない？大丈夫、大丈夫。でも、でも、あれは諦めのリアクションだね。すごい、スッて目線を下に。すごい、目線を下に。言える範囲で。言える範囲で。うん、言える範囲で。はい。そうですね。これ私たちもね、言ってきたんだ。うん、そうそうそう。言ったんですか？そう、私たちも言ってきたの。そう、やってきた。うん、はい、エロ本読まれるんですね。そう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 、私たちも普段こういうエロ本読んでますっていうので、ね、そうそうそう、言わなきゃいけなかったの、そう、言わなくちゃいけない、なるほど、言わなきゃいけないの、うん、言ってこ、うん、うんうん、お姉さん、うん、お姉さん、年上だと思います。年上が好きなのか。はい。そっか、そっか、うん、年上か。私たちが除外されました。あ。そっか、私たちは年下？私たちは松岡君よりも年下です。おお、じゃあ除外だ。除外されました。なんで？メリークリスマス。なんでだろう。ちょっと安心した自分が。メリークリスマス。ということで、ね、はい、盛り上げていきましょう。はいはいはい。ということで、今はなかった。うん、松岡君はおっぱいが好きなんですか？あ、違う。今のは私が悪いんではない。今のは。なんでその質問を投げかけたの？カンペを出してきた。どうなんですか？の。いや、それは、いや、まあ、それは、あの、まあ、なんで、好きですよ。松岡君がこんなにセクハラされてるの。今、しかも、ボソッと言ってたのに。聞こえた。ごめんなさい。もう一回。みんな聞こえた？みんな聞こえた？好きです。顔やばい。顔、なんで見て。え、お姉さんのおっぱいが好きなんですか？そうだね。今のところ、ほら、合わせ技でそうなってる。ちょっとこれは、では、8話へ。8話は、ラフ神様が出てきたりとか、ね。ラフ神様か。え、松岡さんは、ええ、どんな格好の女の子が好きです？そうですね。はい、まあ、タイトスカートですかね。タイトじゃあタイトスカートを履いたお姉さんのおっぱいが好きになってる今のところね。うん、なるほどね。なるほど、ね、タイトスカートのお姉さんのおっぱいが好きと。はい。そして B パート、うん、先生ちゃんがどうしたらいいのかと先生ちゃんちで。ですけど、私カルマさんのファッションすごく好きなんです。私もです。嬉しい。すごい、なんか、ね、清楚でも上品で、なのにすごいなんかスタイルがよく見えるっていう。ああ、なんか、ね、なんだろう、私とね、私スカートばっかり履くから、上短めで、なんかこう背が低いからさ、お、なんか背高く見せたいみたいなのがあって、だからどうしてもそういう感じになっちゃうかもね。なんかタイトスカートを履いてるイメージが強い。タイトスカートもよく履いてる。うん、